行こう。なんだあのゼリーみたいなやつ、なんだこいつ。喧嘩やっちゃおう、喧嘩やろう。何者？グリーンチチューの、どうやどうってことないやつじゃん。胃に何か飲み込んでいるのが特徴ね。気持ち悪い、なんだか目と口がついてる。オッケー、きれい。オッケー、なるほどね、いいよ。クイック切りはできる。オッケー。何これ、お似顔絵、落書き書いてる。あ、これ懐かしいな。初めてスタールキッドと会った時の落書きよ。ここに初めてトレイリルと来た時、あいつは友達と喧嘩して一人ぼっちだったって言ってた。な、回想始まったぞ。なんかいいじゃん。カッパ、カッパ？カッパじゃん。あ、カッパだったんだ。スタールキッドって。いや、これサリアの歌よ。そりゃ確かにいたずらばかりしていてみんなから相手にされないけれど、だからといってあんな恐ろしいことするなんて。ムジラの亀に操られてるとかじゃないの？おそらくだけど。いや、盗人じゃねえか、やっぱり。やっぱりそうだ。これだ。これが原因だ。で、頭おかしくなっちゃったんだ。力を持ったばっかりに。なるほど。そういうことがあったんですね。行きましょう。ここだってよね、沼って。オッケー、ぶっ殺してやるぜ。あれ、ごめん。ああ、なるほど、シャボンで攻撃するんだ。知らねえけど。こいつは切らないとダメか。オッケー、待って、死んじゃう、俺の冒険が終わる。てかさ、待て、片手で構えられるんだ。子供の時ってごめんなさいだったのに、片手で構えられるんだね。あれ、あれ、なんかいるぞ、不審者がいるぞ。待って、俺とじゃねえか、きつい。つまりコウモリとセットかよ、ハッピーセットかよ。待って待って。なんかいるぞ、これ何。沼の射的所、この先すぐ。待って待って、うるせえ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 。バットバットよ、突っ込んでくる前に何とかしないと死なないわよ。ツンデレなんだよ。オッケー、これはシャボンでいける。シャボンで殺せるかな。カモン。あ、なにこれ。オッケー、なるほど、シャボンでいける。怖い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 、言い過ぎだろ。大人気かよ俺。待って、これでいける。あ、いけんじゃん、これでいけるわ。なるほど、これでいける。オッケー、これ倒せる。この穴は何、入ろう。
うわーいたねいたねこいつ。余裕だぜこれ強すぎだろ強すぎだろこれ。デクロボー。オッケー。これは？はい、20ルピー、お小遣い、25円。25円になった。オッケー。そうか、こいつ復活するもんな。よし、行こう。待って、なんか、死に行ってんだけど。大丈夫かお前。いけ。ちょっと待って。やばい、嫌な音が聞こえる。嫌な音が聞こえる。来た。何その着地、体操選手かよ。むむ、緑の服、白い妖精、お主、もしかして、もしかして、すると、森の妖精さんでは？なんと、僕の名前はチンクル、お主と同じ森の妖精だと思うんだが、35歳になった今でも僕のところに妖精が来ないんだ。親父はいい年こいて、目を覚ませって言うけれど、だから、ね？もう時すでに遅しなんだよ。その状態だと、絶対にチンクルは妖精の生まれ変わりさ。今はこうやって親父の手伝いで。マップ降りながら妖精さんを待っているのさ。いいな、いいな、ねえねえ、友達になってよ。はい、そうだ、その代わり友人の印にマップを安く売ってあげる。友達なら安く無料でくれや。チンクルの書いたマップ買う。ウッドフォール、スノーヘッド、いやー買おう、買いましょう。オッケー、これ沼のことがよくわかる。オッケー。じゃあまた呼んでね。チンクルチンクルクルリンパ。これはチンクル考えた魔法の呪文。真似するなよ。ほら、真似しないでくださいね。オッケー。なんだこいつ本当に。沼地。なんか良くないこと起きてそう、この場所。濃いキャラ多いですね。そうだね、めっちゃ濃いキャラ多い今回。え、何どうなってんのここ。この先沼の観光ガイド。あれ、この袋ってさ、いたよね。聖なる剣を持つ者は我と出会いし証を残せ。マスターソードのこと言ってるかな。うわ、妖精いいんじゃん。これ欲しい。瓶ねえのか。ここ行こうか。なんかあったのかな、ここ。こんにちは。やってますか。こんにちは。マイドッピー、わし、デクナッツ専門で商売してるっぴ。本当はお城の中で商売しようと思ったけど、でっかいタコがね、いてね、しょうがないからここで商売してるっぴ。お客さん、魔法の豆って知ってる？1個10ルピー言ってやがるけど。いや、1個買ってこう。あれ、なんだお前、豆の使い方知らないっぴ。それじゃ売れないっぴ。おい、なん、ちょっと、じゃ、いや、いや、おい、わかった沼の観光ガイド、お邪魔します。懐かしいなこの音楽。何これ、喋る。小梅おばばのボードクルーズ、ただいま準備中。 お問い合わせは沼の奥の魔法おばばの薬屋まで。おう、大将大将、何これ、ハワイアンみたい。こんにちは。あのドラムスクはまたどこかでサボってやがるな。いい年こいて妖精ごっこもないもんだ。あ、いらっしゃい。おっと、今うちでやってる写し絵コンテストは人間様が対象なんだ。悪いね。差別はよくねえな。これでどうだ。
じゃあ早速お客さんの撮った写しを見せてもらおうかな。手のひら返しがすげえな。スタートを押して画面を出してアイテム選択。持ってねえわ。あれ、お客さん写し絵コンテスト初めてだっけ。沼の看護を書いてはただいま写し絵コンテスト開催しております。子供からお年寄りまで参加は自由。この沼で撮ったナイスな写真、ナイスな写し絵には賞金かボートクルーズの無料サービスをプレゼント。どうだい、お客さんも参加してみたら。でもこいつに参加するにはまずはボートクルーズに乗らなきゃダメだぜ。ボートクルーズの受付はそこの窓口だ。興味あったら乗ってみなよ。かしこまりました。だけどおばばがいないんですよ。なんだっけ、おばばがどこにいるんだっけ。沼の奥、沼の奥ね。沼の奥の魔法屋の奥、ん、沼の奥でいいや。そこにね、タコがいんのよ。これいたよね、ワンにも。ワンじゃねえや、時のオカリネにも。やべえ、時間が、ちょっと待って。 OKOK、 一旦ちょっと待って、行こう。沼の奥に行かなきゃいけないんで。わかりました。こうやって変身するんだ。変身していくんだよ。この演出いいな、怖いけど。あ、ステップ、なるほど。いいよ。おお、超ギリギリなんですけど。最初の夜、あと60時間。 OK。 待って、こっちは、いや、こっちが気になる。なんだこの壺は。浮かび、お月見様、歯ガタガタだし、歯グギも超見せるわ。顔は怖えわ。この先おばばの、あ、これだ。参ります、参ります。強、これラスボスできるだろこれで。いや、金も回収して便利だねこれ。さて、行こう。お邪魔します。すげえところで商売してんじゃん。これは新鮮な泉の水をお持ち帰りください。なるほど、瓶があればこれですくって取れるのかな。行こう。いや、怖いってそれ、アルマゲドンじゃん。魔法ババの薬や。あれ、お前、あれ、なんか見たことあるよ。おばあちゃんがいるんだけど、あれ、おかしいな、あれあれ、知ってるぞ俺この人。片割れいるよね確か。あれ、こんにちは。ありゃ困ったね。うちは人間様にしか薬は売ってないんだよ。人間以外に効くかどうかわからないし、悪いけど帰っとくれ。あれ、本当にあれなんだけど、見たことあるんだよな。この人確か氷魔法が得意な感じがするんですけど。おおお、いらっしゃい。私の薬はよう効くでの。もしかしてボートクルーズのお客さんかい。あいにく小梅さんなら裏の森の、裏の森にキノコを取りに行っているよ。あ、小梅さんって、はあ、はいはい、じゃあいるんだやっぱり。そういや、ちょっと帰ってくるの遅すぎるね。あんたついでに見に行ってくれないかい。そうそう、森は迷いやすいから、その辺にいる猿にでも聞きな。猿、猿、オッケー、森ね。完全にツインローバーだよねこれ。びっくりなんだけど、何この世界線は。パラレルワールドかこれ。変な感じがする、不気味なんか。とりあえずじゃあ行くか、こっちか。猿、
猿に聞けって言ったよな。不思議な森、凶暴な亀に注意。亀？亀なんていんの？この S いいな。好きだわ。あれ？サリアの歌めちゃくちゃ流れんじゃん。喋る。ついてきて。唐突すぎんだろ。ついてきて。唐突すぎんだろ。もっとなんか言ってくれや。こいつか、カメって。カメ。倒したいんだけど。あった、カメカメ。追っかけよう。やばい、サリアの歌の BGM めちゃくちゃいいね。おい、倒れてるって、倒れてるって。いたたたた、助けてくれ。助けて助けて、どうしたどうした、大丈夫？反応がない。キノコ探しに気を取られたらいきなりポカッとやられて、このざまさ。今いましスタルキッドめ、顔を隠せばこのおばばが分からないと思ったのかい。あ、いたいたいた。あんなに力があったなんて、おかげで腰が動けなくなっちまったよ。あんた、なんか元気が出るもの持ってないかい。スタート押して画面を出した。なるほど。なんだ、一枚な格好して、あんたみたいなの見かけ倒しって言うんだよ。なんかこの作品めちゃくちゃ俺のことバカにするし、なんか煽ってくるよね。どうした。なんか渡せばいいんだな。不思議な森の終わり、この先陸地に戻ります。なるほど、こっちも何かを探してこいつに渡せばいいな。いたたた、一旦じゃ入り口戻ろう。ばあちゃん、ほうほう、いらっしゃい。私の薬を聞くのよ。なんだって、コウメさんがスタルキッドに。そんなバカな、なんでスタルキッドごときに。まあそれが本当ならこの薬を届けてやっておくれよ。悪いね。なるほど、赤い薬に。おっ、曲早く薬を届けてやっておくれ。仲いいな、相変わらず。最終職先は薬屋だったね、まさかの。で、これで見せればいいんだな。待って、これだ。生首とチェンジ。あ、オッケーオッケー、見せればいいんだね。わかった、わかった、わ、見、ほら、見ろ。ちょっと待って、おかしい、あれ、目の前で飲んじゃったんだけど。あれ、あれ、嘘でしょ、嘘でしょ。目の前で飲んじゃったんだけど。おばばの前で飲んじゃったんだけど、ちょっと待って、これめちゃくちゃ怒られるって。待って、おかわり取ってくるわ。待って、ち、俺めちゃくちゃ近くでやったぞ。違う。ババアの嫌がらせ。ちょっと待って、これさ、水じゃないの。いや、薬だよな。お年寄りには厳しすぎんだろ、俺。ごめんなさい、すいません、薬目の前で飲んじゃったって。すいません、おかわりください。やべ、あ、やべやべ、おや、あんた、小梅さんに薬を渡してくれたかい。もしかしてあんた自分で飲んじゃったんじゃないだろうね。まさかですよ。買い物、これだ。
いや高えって20ルピーは高えって、クソ高え。 OK これでいけるわ。何この出費。みんなおばあちゃんには優しくしな、頼むよ。絶対真似しちゃダメだからね。でもこのままだとまた目の前で飲むんじゃ。そうよね。なんでスタートを押して画面を出したアイテム。ごめん、一回保険かけるわ。一回保険かけるわ。変身、ん？6個もした状態で？だから目の前で飲んでんだって目の前で飲んでんだって。何これ。倒し、お前そんなこと言ってると本当にまた飲むぞなあ。ロックオンしてます、ロックオンしてます。超目の前でじゃあもう今目の前だからね、目の前で今飲むからね。いや渡せやそのまま渡せやこれちょっと待って、あこの状態ね、なるほどこの状態か。あその色その香り、それはまさしく苔小竹ばあさんの。やっとだちょっとおお、みなぎりパワー孔明復活、助かったよあんた。私は沼の観光ガイドでボートクルーズやっているんだけど、あんたが乗りたいならいつでもおいで、サービスするよやっとそういうことねなるほど助かりましたねえ。な、渡し方の癖よどうした、どうした猿だもん。お前変わった力持ってるだろ。だってずっと見てた。この沼地最近毒が広がって住めなくなってきた。滝の上の神殿怪しい、おいらの兄弟神殿に行った、だけど神殿入り口わからない、神殿デクナッツのもの、兄弟デクナッツたちに捕まって城の中、助けて。ハートの影なんだよな上にオッケー。いや怖いっておばあちゃんそれ、何それ化け物じゃん。ボートクルーズ乗り場はここからだけど、あいにく人間様、あやべそう人間じゃねえ。 OK、 おおさっきはありがとうよ。あんたなら今回特別にボートクルーズただで乗せてあげるよ。そうそう今キャンペーン中だからこいつもつけてやるよ。写し絵の箱を手に入れた。おお、取っておけるのに1枚だけど、何度でも貼り直せる、取り直せるみたい。オッケー。オッケー。本日はボートクルーズにようこそ。写し絵の箱は C にセットして、沼の景色をここから心ゆくまでお楽しみください。なんか始まったぞ。なんだこれ。オッケー。これは使えばいいの？おお、なるほど。誰を取ればいいんだ。待って。こいつか、こいつだ、こいつだろ。この野郎。この絵を残しますか、はい。なんだ倒すんかいその船で倒すんかい。なんだよ、うわすげえ毒だ。デクナッツの城前でございます。毒の沼が広がっていますので足元にご注意ください。降りますか、はい。ここか、こんにちは。
何この BGM 超いいんだけど。レッドホール近道、え、めちゃくちゃかっこよすぎだろこの BGM。 いいね。こうだ、こっち。なんだこれ。ここはデネクラッツ王国のお城だっぴ。世のやつは通さないっぴ。でも今は特別に国王の怒りを買ったバカな猿を晒し者にしてるから見ていってもいいっぴ。ここはまっすぐ行くと国王の間だっぴ。それ以外のところには絶対に入るんじゃないっぴ。 OK、 OK、 これか国王。めっちゃ踊ってんじゃん国王。こんにちは。この辺では見かけない顔じゃ旅のものか。本来ならお前のようなものが国王の間に入ることでは許されんのじゃが、今日は特別じゃ。これから我がデク国の姫を誘拐したバカザルをお仕置きするところじゃ。王室の者にふざけたことをした奴がどうなるか目にもの見せてやる。バカゼルは俺の中にいるからよく顔見ていくがよい。そんなに晒し者しなくていいだろう。あ、紳士だこの人。サイヤの姫様は行方不明になられて国王様冷静な判断力を失われております。私はあの猿が言っているように姫様は何かのトラブルに巻き込まれたのではないかと。しかし国王様あの状態では姫様を探しに手を出すこともできません。一体どうしたら。なるほど。あの猿は沼に沈んだ神殿に入るのは代々王家のものだけだと知ってて採用したんだっぴ。猿、噂じゃ猿が姫様食ってしまったらしい。恐ろしいことだっぴ。なわけないでしょ、食わないでしょ。俺は見たっぴ、あの猿と姫様夜中に神殿に入っていくところを。密会じゃん。でも出てきたのは猿だけだったっぴ。小さかった姫様は最近やっとデクラッパを吹けるようになってお子様を大喜びしていたところだったもん。おお、これか。オイラを捕まえたって姫は戻ってこないって何度言ったらわかるんだよ。ぼやぼやしてたら姫は化け物の餌食になっちゃうよ。オイラの話信じてくれよ。信じる信じる。なんかあったんでしょ。オッケー、とりあえずこの上はないか。あれ猿兄弟元気にしてたか。お前俺の中に入り口あるの見た。おいらあそこに行ける秘密のルート知ってる。秘密のルート、城の裏庭の入り口から入れる。城の裏庭でも入り口は高いところにあって普通じゃ入れない。だからこの城の中庭の地下に住んでいる豆屋の豆持っていけ。この城の中庭に、分かった、豆を使っていけばいいんだな。豆は城の裏庭の地面の柔らかいところに植える。豆屋じゃ行こうか。これか。お、お金がある。なんだこれ、これ見つかったら終わり。あ、クセモノだっぴ。なんでだよ、同じだろ、同族だろ俺ら。ちょっと待って待って、見つかるなんてことない。メタルギアソリッドだな。オッケー、見つからずに行こう。隠密苦手なんだよな。戻ってくんなよ、そのまま進め。オッケー、オッケー、いいよいいよ。こっちかい。これか。おお、なんでなんでこんなとこにいんだよ。ちょっとなんでマックコロスケいるんだけど。なにこれ、なになになにこれ。クロボーじゃない、落ち着いて倒せばいいだけよ。何を何を、単に数が多いだけじゃん。いや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 、マックコロスケいっぱいあるんだよ。びっくりした。シャボン
登れない。任せろ。くそ、こういこうか。なるほど、素晴らしい。あっぶねえのお前。なるほど、ここで違う、これ壁なんかい。頼む、正解になってくれ。ここっぽいな、ここっぽいな。違う、あ、ここに出んのね。なるほど、あ、誰だ吐いてるやつ、あいつか、あのバカ誰か、この穴は。新鮮な泉の水をお持ちください。なるほど、 OK、 これを使って種を育てればいいな。さてさて、次はこっちだ。どうだ、あ、いたわ、こいつだ、こいつだ、変わんねえなこいつ。おや、ポリポリ、久しぶりのお客さんだ。いや、すげえとこで店構えるじゃん君。魔法の豆るか、水をやったらすぐに葉っぱが生えるんだ、だな、これが。うん、試しにこうあげるから、柔らかい土のところで使ってみて、気に入ったら買いに来るんだな。おーし、よしよし、いいぞいいぞ。裏にあつ、あっぶね、ギリギリなんだ。こっちか、あった、これだ、よし、いい感じだよ。で、水を与える。あ、いや、来た、これだろ。バカだれんな。待って、もう一回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 お願いします。あー、なるほど、これでいくんだ。マジか、これ落ちたら終わりだろこれ。潜る、着地。いや待てよ、あいつ邪魔だな、あいつ邪魔くせえな。あいつ邪魔だな、あいつやるしかねえ。オッケー、やるか。シャボンでやる、行ってこい。くそ、ロックオンできねえか。で、もうちょっと近くで。あいつ厄介すぎんだろ。やべ、俺さ、すっかり忘れてたんだけど、時間やべえんだけど。今2日目なんだよな。おい、マジかよ。OK、 行くよ、降りて、はい、シャボン、
行くぜ。来たー。で、潜る。いや、この時間の概念難しいな。こっちこ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。こっちこ。いってらっしゃい。オーライ、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 オーライ。オーライ。あぶね。ナイス、いいぞ、これはでかい。参ります。一回止める。これむずいって。来たー。合ってる。まだあんの、まだあんの、マジでまだあるんすか。もう終わりだと思ったよ。いいよ。時間との勝負だな、これも。金になって。なんか画面ちっちゃくない？画面ちっちゃくない？おかしいな。画面おかしいな。ちょっと待って。マジで、マジで言ってる？嘘でしょ？ちょっと待って待って。本当に？2週間。なんで焦らせんの、終わりじゃねえのかよ。チクッス。しかも戻すんかい。なんで戻す。今いいとこあったのに。オッケー。戻すんじゃねえよ。なんで戻すんだよ。いいよ、行くよ。オーライ、オーライ、オーライ、オーライ。邪魔なんだよ、お前。来た。なるほど。やべえ、なってるんだけど。近いんだけど。近いんですけど。待って、下にさ、ハートのかけらあるけど、ちょっと時間ないんで、今行くわ、これもう普通に。イベントだけ見る。ね、あそこの上だろ。これむずっ。あー、なるほど、あれ上昇するんだ、あの土台。行ってこーい。おらいおらいおらい。いいよ。で潜る。で、これ上がるから土台が。あっ、ちくせ、今のタイミングか。今のタイミングね。分かった、今のタイミング、ね、分かった。また月が気になる、月が気になる。だけど今手が離せない、見れない。カメラがね、上にできない。絶望だわ。いけ。しか、しか、なにそれ。待って、イベントだけ見る、イベントだけ。オッケー。はい、オイラを捕まえたって姫は戻ってこないって何度言ったら分かるんだよ。ぼやぼやしたら姫は化け物意識になっちゃうよ。なんでオイラの言うこと気にしてくれないんだ。もういいよ、分かった。お前らに読むのもう何も言うことないよ。さっさとお仕置きでも何でもしてくれよ。いや、ここで、ここまで来たのに、ここまで来たのに、こういうこと。
違う、ジャンプ切りか。こういうことだ、こういうことだな。オッケーオッケー、届かねえんだけど。おい、なされてもいいのかよ、なんでだよ。切るんじゃん、結局切るんじゃん。オッケーオッケー、わかったわかった。やばい、カウントダウンが始まってる。ちょ、今切れてるでしょ。シビアだな。やっぱりダメか。それならお前、遠くまでよく響く楽器持ってないか。持ってたら俺に見せてくれ。遠くまで、これか、これか、これだ。ダメだ、そんな小さな楽器じゃ遠くまで響かないよ。これ何、わがままな野郎だな、これか。オッケー、これどうだ。俺だよ、俺。どうだ。おお、それそれ、姫と同じデクラッパー、それならきっとうまくいく。ところで、あんたたそこで言ってる場合じゃないだろ。まあこの際どうでもいいや、とにかくオイラの頼み聞いてくれ。オイラとデクナツの姫様は毒の流れ出してる滝をなんとかしようと滝の上にあるウッドフォールの神殿に行ったんだ。でも神殿は化け物の住処になっていて、途中で姫さんは化け物捕まっちまった。デクノ王さんはオイラが姫さんを誘拐したと思い込んでるから、オイラの足を聞くことしない。このままじゃ姫さんが危ないんだ、急いで神殿に行って助けなきゃ。オイラの熱い気持ちも伝わった。はい、そうか、ということはオイラの代わりに姫さんを助けに行ってくれるんだね。オーケー、任せろ、行くわ。それじゃ今から姫さんに教えてもらった神殿に入るメロディーを教える。やつに気づかれるとまずいから小さな音でやるよ。オーケー、早く早く早く。来たぞ。目覚めのソナタを奏でた。何腰振ってんだよ、もう月落ちるぞお前ら。聞き込んじゃってるよみんな。本気に腰振ってるんじゃないよ。目覚めのソナタを覚えた。深い眠りについたものを目覚めさせるメロディーだ。聞いたか皆の者、デクナツの王族しか知らぬこのメロディー、やはりあのバカザルが我が神殿に入りがために姫をたぶらかした証拠じゃ。皆の者、猿のお仕置き始めるぞ。痛い。ウッドフォールの神殿行くにはデクナツたちが使ってる近道使うといいよ。とにかく急いでくれ、早くしないと俺らのデクの王さんにお仕置きされちゃうよ。痛い、だけどほら無理、戻れ。オッケー、もう次の行き先は分かったんで戻るわ。じゃあセーブして終われよ今日は。時の歌、オッケー、待って、あ、いらっしゃい。セーブして最初の朝に戻りますか。オッケー、戻る無理。セーブします。いやむずいってこれ。時間がない。